ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、〇〇を見ると理想が叶わないという話をしていきます。多くの人はですね、このパターンに陥ってしまって自分の理想とかね、夢とかそういうものを実現できない、そもそも実現できないというか、実現するための行動すら起こさないっていう状況に陥ってしまうので、やっぱり何かね、達成したいことがあるとか夢を実現したいとかね、そういう時はこの、今回お話しするようなことをね、覚えておいてもらう、頭の片隅に置いてもらうっていうのは非常に重要なので、まあ、ぜひね、聞いてもらえればと思います。で、この〇〇ですけども、何だと思いますかね。ちょっと考えてみてください。〇〇を見ると、理想が叶わないというところですね。で、答えを言うと現実です。現実を見ると理想が叶わなくなると。これはまあ説明しないとですね、よくわからないと思うんですけど、こう、理想を実現するときにですね、可能思考を持つっていうのは大事ですよっていうのはもうずいぶん前にね、お話したと思うんですけど、ね、できない理由を探すのではなく、どうやったらできるんだろうということを考えるということですね。っていうふうに考えるのが、非常に重要ですよと。多くの人はできない理由を探すから、まあ、それを言い訳にして行動しない。行動しないから、まあ、結果が得られないというふうになるわけですけど、この How の部分ですね。How が、まあ、重要なんですけど、この How をどういう角度で見るのかっていうのが、大きな分かれ目になるんですよね。今のは、ね、何かじゃあ大きな夢があってどうやったらできるんだろうって考えるわけじゃないですか。これは How ですね。どうやっての部分を考えているわけですけど、多くの人がですね、この How をどういうふうに考えているかっていうと、現実、今の現状っていう視点から見てこの How を、ね、考えているわけです。だから例えば今自分が、じゃ例えばですよ、年収300万だったとして1億円稼ぎたいとなった時に、ね、うまくいく人はどうやったら1億円稼げるんだろうっていうのを常に考えるわけです。で、どうやってっていうふうに、まあ、こう質問を投げかけると脳が、まあ、動き出して、ね、答えを探すようになる、アンテナが立つようになるんで、すぐには答えが見つからなくても、まあ、やがてね、それに近いような話をこうキャッチできるようになるんですよね。だからどうやってって考えるの大事なんですけど、うまくいかない人、まあそういう理想を実現できない人たちは、現状から見て、How をね、考えてるわけです。だから、今の自分の持ってるリソースでどうやったらできるんだろうって考えるわけです。今ね、年収300万の自分が、どうやったら1億円ね、稼げるんだろう。例えば、何の知識もない、経験もない、スキルもない、ね、お金もない、人脈もない、時間もない。無理じゃないかって。そこで、無理っていう答えを出すわけですよね。ここは大きな違いなんです。前者の方は今の自分どうこう関係ないわけです。どうやったらできるんだろうなって考え続けるわけです。で、今の自分が全然こう足りていなくてもそんなことは気にしない、とにかくどうやったらできるんだろうっていうところだけを考えてるわけですね。でも後者の方、うまくいかない人っていうのは現状のリソースを通してどうやってを考えてるわけです。こんな何もない自分が達成できるわけないっていうふうになるわけですね。もう内々尽くしですから。でもよく考えてみてほしいんですけど、そういうね、もう実現できるだけのものを持ってるんだったら、すでに実現してるはずなんですよ。自分の、ね、欲しい理想なわけですから。欲しい理想ってことは、言わなくても勝手にやるわけじゃないですか。で、それを実現するためのものを自分がすでに持ってるんだったら、絶対にやってるはずなんですよ。つまり達成してるはずなんですけど、それができてないってことは、要するに何かが欠けてるかできてないわけですね。つまり、現状を通して理想を見る。そしてどうやってこの How の部分を考えるっていうのは、絶対にそのできない理由が見つかることになるわけですよ。今の自分の持ってるものだけで考えると、だって達成しないってことは欠けてるわけですから、欠けてるってことは足りてないわけですね。で、足りてない今のリソースを見てどうやったらできるんだろうって考えるってことは、当然できない理由が見つかるということです。つまり、まあ、無理だとか不可能だとかね、まあ、そういうような結論に至ってしまう。そしてそもそもやっても無駄だからやらないっていうふうに、まあ、してしまうのが、おおよその人がね、通る道じゃないかなと思います。なので大半の人はそういうね、理想を持った瞬間にもう瞬時にね、
でもそんな無理だよねっていうふうに結論付けて、そもそも何も行動も起こさないっていうふうになるわけですね。なのでここが非常に大きなポイント、そのどうやってっていうことを考えること自体は重要なんですよ。可能思考を持って、ね、何か大きな夢があった時にですね、それどうやったらできるんだろうなって常に考え続けるというのは大事なんですけど、すぐにその答えが見つかる必要はないし、今の自分にそれを実現できるだけのものを持ってなくてもいいんですよ。でもその今の自分、学歴がないしとかね、頭悪いしとか、そんな感じのことばっかり言っても、それはやっぱりね、無理だ、できないっていうような結論になってしまうので、そういうふうに考えないってことが、まあ、非常に重要なわけですね。で、この現実、現在を見る必要ってないんですよ。例えば今の自分にその答えが見つからなくてもですね、今からちょっとずつこう自分を磨いていって、こうね、どんどんレベルが上がっていったら、例えば1年後とかの自分にはですね、その答えが見つかってるかもしれないわけですよ。ちゃんと行動して進んでいればですね、当然知識やスキルも身についてくるし、人脈も広がってくるし、経験も増えてくる。ってなると、今の自分と1年後の自分っていうのは当然違うわけですね。だから今の自分にそのどうやっての部分の答えが見つからなくても、1年後の自分にはひょっとしたら見えてるかもしれないわけです。なので最初にやるべきことっていうのは、できるできないってとこを考えないってことですね。今の自分にできるかできないかと考えないで、やるべきことは今の自分にできることをやるわけです。例えば今年収300万で年収1億を目指すとした場合に、じゃあ今の自分にできることは何だろうっていうふうに考えるんですね。そうすると、じゃあ例えば、ね、本屋さんに行ってね、本100冊買ってこようとか、それぐらいは多分できると思うんですよ。100冊までいかなくても、例えば10冊でもいいと思いますよ。とにかく何か勉強してね、もっと知識をつけよう、10冊本買ってこよう、そして本を毎日読もうとか、そういうまずはできることからでいいんですよ。 できることを毎日少しずつこう積み重ねていくと、当然ですけど自分が成長してくる、どんどん進化してくるので、できることも増えてくるし、見える視野も広がるし、そういったところでキャッチできる情報も変わってくるわけですよね。だからやるべきことっていうのは、その今の自分でどうやったらその理想を実現できるのかってことを考えると、間違いなく無理不可能っていう答えになってしまうので、ね、どうやったらできるんだろうっていうふうに考えつつ、できるかできないかは一切考えない。そして今の自分にできること、少しでもそこに近づくために今の自分ができることをやるってことですね。以前に、まあ、60メートル先を照らせっていうね、お話をしたと思うんですけど、まあ、それも一緒のことですよね。今の自分に見えなくても、ちょっとずつ進んでいったら見える範囲も少しずつ広がってくると。だからとにかく進むことが大事なんですよってことなんですけど、ね、多くの人はそこのね、到達できるかどうかを最初に判断してから、できるって分かったら進むけど、できないって分かったら一切進まないみたいなところを考えるので、そもそも行動しないっていう人が大半になっちゃう。とにかく行ってみればいいんですよ。行くだけ行ってみてどうなるか分かんないし、最初はこう歩いてね、とことこ歩いて行ってもね、そのゴールに向かって歩いていれば、いずれ到達するわけじゃないですか。で、とことこ歩いて行って、すごくね、まあ、時間もかかるし、体力もね、消耗するし、大変だな、しんどいなって思っていたら、ひょっとしたら誰かが通りかかってね、俺の車乗っていけよって言って、車に乗せてくれるかもしれないし、ね、こういうルートで行った方が近いよって教えてくれる親切な人が出てくるかもしれないし、ね、自分自身でなんかそういうね、どっかで働いて、なんかそう、じゃあ飛行機に乗れるだけのお金を稼いで飛行機で、ね、移動できるかもしれない。だからとにかく目的地に向かって進んでいればですね、まあ、いろんなそういうことが起こるわけですよ。でもそれっていうのは出発してみないとわからないんですよ、何が起こるかっていうのは。とにかく動き出すっていうのは大事なわけです。家の中にこもって、ね、その目的地に行きたいってどんなに願ってもいけないですよ、今のね、科学の状態じゃね。だからとにかく家から出て、少しでもね、一歩でも近づくっていうことをすることが大事です。住み続けていれば見える景色も変わってきますし、そこにいる人たちも変わってくるし、当然自分自身も成長してくるということなので、その理想を実現するときに多くの人がハマってしまうわな。今日ね、それについてお話したんですけど、まあ、結論を言うと、ね、現状を見ないということですね。現状の自分のリソースで答えを見つけようとしないということです。なぜなら今の自分にはそれがないからですね。そこを一切考えない、できるかできないかを考えずに、とにかく進むってことが大事です。それがちょっと怖いなって思うんだったら、ちょっとね、理想の実現っては難しいかなと思います。大きなね、ことを成した人も最初からそのね、ことを成すための方法論が分かっていたわけじゃないと思うんですよ。
やっているうちに徐々にね見えるようになってきたって人はおそらく全てじゃないかなと思うので、ぜひね何か実現したい、目標とかね夢があったら、今日お話したことをですね参考にしてもらって、一日一歩でもですね進めるようなことを、何か今の自分にできることを考えてもらって行動するってことをですね、ぜひやってみてください。